竜が上七の埋蔵金は、大鳥のカズマによる日本のライトノベル作品である。ファミツー文庫より観光。第13回エンターブレイニエンタメ、大賞小説部門対象受賞作。ファミツー文庫の公式サイト、FB オンラインでは、スピンオフ作品、一級天才の極めて不本にな、名推理も連載されている。竜が上七の埋蔵金、一級天才の極めて、 不本意な名推理ともに、イラストは赤リンゴだったが、前者の第七巻制作時に体調を崩したことから降板し、第八巻以降は脳へ交代する。八間茂馬モールは、父親に感動されて、人工学園島、七十島を訪れた。新しい住まいとなったアンアパートには、そこで十年前に殺された少女の自爆霊、龍ョ上七が住み着いていたが、 すでに一年分の家賃を支払い済みだったため、十森は仕方なく自爆霊と同棲することになる。七は、かつて七十島を、誰でも夢を叶えられる島に発展させるべく、天才学生集団、グレート七を結成し、不思議な力を持っている、古代のお宝を世界各地で収集したが、何者かに殺害されたために、自爆霊と化したという。その後、七十島には七の残した、 埋蔵金7コレクションが隠されるようになった。十森は犯人を見つけて7を成仏させるべく、冒険部に入部し、7コレクションを集めるが、その行く手には多くの混乱が待っていた。本作は、第13回エンターブレインエンタメ、大賞小説部門大賞を受賞しており、同賞における8年ぶりの大賞となった。選考委員の一人である、エンターブレイン取締役の森吉正は、 総評の中で、スケールの大きさを評価し、タイトルの付け方も上手かったと述べている。また、もう一人の選考委員であるファミ通文庫編集長の笠井恵子は、随所に散りばめられた伏線と謎、二点三点するドラマが、先を読みたい。と思わせてくれる。主人公の家業、学生等の創設費は、7コレクションなど様々な不思議ネタを個性的なキャラクターが盛り上げている。 と評している。本作の担当編集者である、衣笠達巳は、これらに加え、一種の序実トリックを駆使した筋書きが、先行イ員らを驚かせたと満ンタンウェブとのインタビューの中で振り返っている。第1巻発売に合わせて事前に、a 1ピクチャーズにより、プロモーションアニメが制作されており、主に YouTube 内で、エンターブレインの公開する、 エトベジェップチャンネルで無料で公開されたが現在削除されている。ただし通販サイトアマゾンではアニメ化決定後もしばらく視聴できたがこちらも現在は削除されている。2014年4月より6月までフジテレビ系列の痛みな他にて放送された。監督は俺の彼女と幼馴染みがシュラバすぎるやウサギドロップの亀井勘太 シリーズ構成は ROD やガリレードンナの倉田秀た行キャラクターデザインはソードアート、オンラインの川上哲也、音楽は物語シリーズやアイカツ。のフォア式系後、アニメーション制作は PV に引き続き A-1、Pictures がそれぞれ担当する。ヒロインの7役に選ばれた田辺類は演じるにあたり、長悟たちと話す時の様子と、生前からの知人である。 式との様子を分けるよう意識したとファミツーのインタビューの中で話している。また、主題歌を歌う私立恵比寿中学のメンバーであるマヤマリカ、真山理香が第6話に登場する木更木、静香の役で声優デビューを果たした。テレビアニメ化は2013年12月13日に発表され、それと同時に公式サイトや公式ツイッターも開設された。劇中で七々たちがゲームをしている場面では、 ファンタシースターオンライン2など、実在のゲームの映像が使用されている。7日本昔話はブルーレイ &DVD 各館収録の映像特典 SD、キャラショートムービー。ラジオ7の部屋のタイトルで2014年4月7日から6月30日まで、響きラジオステーションにて配信された。毎週月曜更新。出演は、田辺瑠衣。ゲストこの他に、 ヒロスのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム、読めこれに参加している。ありがとうございます。